お洋服を作りに来ました。まずはお散歩です。行きましょう。ババどこかな。父ちゃん、ババ見つけました。こんにちは、ババ。今日はよろしくお願いします。はい、今回は新たに3種類を追加してきました。はい、こちらダイソーの商品になります。コットンの端切れ、パステルブルーのストライプになります。こちらと、あとこちらが、デコリボンっていう、パステルのリボンですね。パープルとブルーが入ってるものになります。こちらと、あとバイアステープ、このデニムっぽいバイアステープがあったので、こちらも購入してきました。こちらが新しく購入してきた分で、こちらが前回から引き続きの分になります。バイアステープと、こちらのボタンと、マスクゴムと、無地のブロードは引き続き使っていこうと思います。それから、それから、トルテチャンネル。はい、今回はこちらのストライプのキャミソールを作っていきたいと思います。前回、ギンガムチェックのキャミソールを作ったんですけども、その時に使った型紙がこちらとこちらになります。で、こちらとこちらを利用して、今回このように後ろの部分に切り替えを入れたデザインを入れてみました。なので、こちらの型紙を展開して、こんな形で、ここがヨークの部分ですね、こんな感じで型紙を作ってみました。はい、こちらは前回と同じものを使用します。これは前身頃の方ですね。では作っていきたいと思います。はい、今回も綺麗に仕上げるために、まずはアイロンをかけるところから始めます。しょ、はい、今回のデザインはストライプとボーダーのように生地を使いたいと思いますので、はい、まず後ろの方の下のところはストライプでこのように取っていきます。そしてこんな感じで、前身頃の方はボーダー状に生地を地の目を変えて取っていきます。で、ヨークの部分、後ろ身頃のヨーク部分もボーダー状に取っていきたいと思います。なので、このように配置をしています。それから、それから、トルテチャンネル。はい、こんな感じで生地を切ることができました。裁断できました。珍しいストライプとボーダーの組み合わせで、なんか今から楽しみです。こちらが前身頃、ボーダーになってます。じゃあ、後ろ身頃の下がストライプで、上のヨークがボーダーです。はい、縫い合わせていきたいと思います。はい、このように後ろ身頃のこのヨークと裾の部分をこのように剥ぎ合わせていきます。これ上からステッチをミシンで叩いていこうと思います。はい、こちらの方をミシンで剥いでいきたいと思います。結構慎重にやらないといけないとこですね、こちらは。はい、返し縫いをして縫っていこうと思います。はい、こちらのヨークの部分がこのようにステッチかけられたので、続きまして、こちらの裾の部分も、こちらもパイピングで始末していこうと思います。縫っていきます。はい、こちらも返し縫いをして、はい、裾の方のバインダーを中縫いしていきます。それから、それから、トルテチャンネル。トルちゃん、もう頑張って作ってるよ。寝てた、トル。すごい寝ぼけた顔してるね。トルちゃん、
続きまして、こちら前身頃の方の裾にパイピング始末をしていこうと思います。はい、中縫いをして、その後上からステッチをかけていきます。まずは中縫いの方からやっていってます。はい、このような感じで、こちらが後ろ身頃と、はい、こんな感じですね。こちらが前身頃、完成しました。そしたらこの脇を剥ぎ合わせていきたいなと思います。チャンネル登録。はい、トルちゃん見守ってくれてる。トルちゃんには、はい、おやつのおせんべいをあげます。あ、おいしそう。わあ、いい音してる。これはダギーボックスに入ってたおせんべい。おっちゃん激しいね。どうしたの、大丈夫？はい、どうぞ。美味しそうです。もうちょっと待っててね、もうすぐ出来上がるよ、トル。はい、そしたら両脇を塗っていきたいと思います。返し縫いをして、こんな感じで両脇を縫っていきます。はい、最後にこちらのアームの部分をぐるっと一周縫い合わせていこうと思います。こちらは難しいので、こんな感じでしつけでまずはじめに手縫いで縫っといてから、この上をミシンかけていきます。で、もうこちらの方が出来上がったバージョンになるんですけど、こんな感じです。はい、こんな感じで一周ぐるりとつながったアームホールになります。やっていきます。はい、最後にこちらミシンをかけていきます。まず中縫いですね。少し返し縫いしておきます。トルちゃん、お待たせしました。はい、じゃーん、アームホールのとこ縫えました。そしてこちらの、はい、首輪もできました。まあ、ただ単にまっすぐに縫って、この端にマジックテープをつけただけですけど、かわいい首輪ができました。そして、はい、こちら前身頃がボーダーで、はい、どーん、後ろ身頃はストライプとボーダーの組み合わせでーす。父ちゃんが吠えてた。はい、そして最後にこのようにボタンをこうつけてですね、リボンもまだ余ってるので、こんな感じでつけたら可愛いかなと思ったので、こんな感じでつけてみようと思います。それからそれから、トルテチャンネル。はい、トルちゃん。早速来てくれました、トルくん。はい、こんな感じですね。ボタンが背中のところに2つついてて、お首輪のところにもボタンつけました。はい、肩にリボンがちょっとついてて可愛いですね。はい、ここの首輪もリボンがついてます。トル、お似合いですね、トルちゃん。トル、わー、来てくれた、かわいい。はーい、見てください、トルちゃんとママお揃いです。またまた可愛くできました。トルちゃんのこの感じのお洋服と、はい、ママのマスク、そしてそして、はい、こちらの首輪ですね。3点セット、可愛くできました。ダイソーの商品すごいですね。はい、
まだ可愛いのがいっぱいあったので、お揃いのトルちゃんとのお洋服とマスクを一緒に作っていきたいと思います。また見てねー。